後藤武都氏は、静岡県浜松市中区出身の元プロ野球選手。右藤右内。現在は東北楽天ゴールデンイーグルスの育成総合圏打撃コーチを務めている。愛称は、ゴメスなど。中学校時代には、シニアリーグの浜松シニアに所属し、チームメイトで一年後輩の野久保直樹らと共に、全国大会で準優勝している。 横浜高等学校では、一年生時から、ベンチ入りし、第78回全国高等学校野球選手権大会では、3回戦の9回に、代打で起用され安打を放った。1998年、松坂大輔小池正明、小山吉らと共に第70回選抜高等学校野球大会に、出場し全国制覇を果たすと、 第80回全国高等学校野球選手権大会に、主に3番打者として出場し、準々決勝では、上、里氏、平石洋輔らを要する PL 学園、準決勝では、寺本志郎を要する明徳義塾高校、決勝では、吉見大地を要する京都成明高校に勝利し、春夏連覇を果たした。神奈川、夢国体も制覇。 高校通算33本塁打。高校の2年先輩に、松井後懐、安倍正宏が、1年先輩には、俳優の植地祐介がいる。法政大学では、東京六大学野球連盟2年春のリーグ戦で、打率、445.2本塁打、14打点で三冠王を、達成し、優勝に貢献。前年には、 大学先輩の広瀬淳が三冠王に輝いており、史上初めて同一チームから2年続けて三冠王を輩出した。続く2年秋のリーグ戦でも、首位打者となり、長崎健一、広沢克美に次ぐ、史上3人目の2期連続首位打者であり、以降に達成した選手はいない。ちなみに、首位打者2回も9人目の最多記録で、後に、 鳥谷隆大引刑事、小野寺和也が達成している。なお卒業はしておらず2014年まで通信教育課程で席をしばらく置いていたものの、2015年度の学費を払い忘れて助席になったという。4年秋の総大3回戦の9回に、総大先発の和田武史から三振を喫したが、これが和田のリーグ戦。 通算444個目の脱三振となり、6大学記録を献上した。リーグ通算73試合出場、258、打数79安打、打率、306.8本塁打、52打点で、ベストナイン3回。山中正武が指揮を取る、第1回世界大学野球選手権日本代表にも、同僚の土井龍太郎、河野裕樹と、後に、 西武ライオンズで同期入団となる長田修一郎、小野寺力と共に選出され、3位入賞に貢献。2002年11月20日に行われたプロ野球ドラフト会議で西武ライオンズに自由獲得枠で入団。当時のスカウトの評価は足は遅いけど打撃はいいであった。 西武時代2003年は故障で開幕に間に合わなかったアレックス・カブレラに代わり開幕戦で新人ながら4番打者に抜擢。開幕4番は新人としては1959年の桑田・武タ以来44年ぶりの出来事であった。前半は打率3割を超え手首の強さを生かした打撃でクリーンナップに座った。後半に失速したが、 101試合で11本塁だと、新人ながら活躍した。2004年は5番、一塁種で2年連続の、開幕スタメンに起用されるものの、故障の影響や貝塚正秀の台頭で、出番は少なく、打率1割台と低迷した。2005年は、ホセ・フェルナンデスの開幕で遅れで、チャンスが巡ってきたが、それを活かせなかった。しかし2軍では打率。 362.58打点で2冠、出塁率。464、超打率。580を合わせて4冠を獲得、優秀選手を受賞した。この成績にもかかわらず、一軍には、石井義人が、首位打者に立つなど好調だったこともあり、なかなか昇格できず25試合、打率。205に止まり、8度の守備機会で4失策を喫した。 9月24日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、店工事から人生初となる逆転サヨナラ的自打を放ち、チームの24年連続 A クラスを決定させた。2006年は三類種に中村強成がレギュラーに定着したこともあり、初めて一軍出場がなかった。二軍では本類だが、イースタンリーグ6位の9本、長打率は5位の。 447と階段を連発したが、昇格できなかった。2007年は、開幕1軍スタートだったがすぐに降格。中村の不審で5月15日に再昇格したが、打率1割台と結果を残せなかった。2軍では打率。325で、チームトップの本塁打と打点を記録したにもかかわらず、この年も1軍では活躍できなかった。 2008年も開幕2軍だったが2軍で打率3 1 3 1例本塁打と打撃好調で6月中旬に1軍昇格6月29日の対千葉ロッテマリーンズ戦では小林博之から2003年以来となる本塁打を放ったさらに5回にも本塁打を放ち自身初の1試合に本塁打を放った ヒーローインタビューでは日本イ打について、1本目は息子と嫁さんのため、2本目は親父と先日亡くなった母ちゃんのために打ちましたとコメントし、涙ながらに母ちゃん、やったぞ、と叫んでいた。以後も好調な打撃を維持して五輪出場組の抜けたチームを支えた。終盤には調子の落ちたクレイグブラゼルに代わって4番で出場することもあり、 日本一に大きく貢献した。最終的には49試合に出場して打率。301、自己最多の12本塁打の成績を残した。プロ入り後初めて左翼手も経験したが無難にこなした。クライマックスシリーズでは2本塁打と活躍。日本シリーズでは第1戦、上原浩治からバックスクリーンに同点本塁打を放って日本一に貢献した。 2009年から外野手登録となる。開幕は一軍だったが腰を痛めて離脱、その後7月9日に昇格した。8月25日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初となる、サヨナラ本塁打を打った。左翼手、指名打者、一塁手として出場し、打率。293.5本塁打を記録。 前年同様シーズン中盤から一軍で好成績を残した。2010年は前年の活躍から一転して大半を二軍で過ごした。特に左投手は打率。0-0と全く打てなかった。最終戦で一軍に昇格し、クライマックスシリーズ第一ステージ第一戦にスタメン出場するも無安打に終わった。 2011年は24試合に出場したが打率は1割台に低迷した。DNA 時代2011年11月22日に竹山慎吾との交換トレードで横浜 DNA ベイスターズへ移籍した。くしくも高校時代の同級生である小池も FA 兼講師で DNA に復帰することが決まり、再びチームメイトとなった。2012年は開幕前に 右太ももの張りの影響もあり、前半戦は2軍暮らしだったが、後半戦から1軍に昇格すると、8月には3年ぶりの本塁打を含む6本の本塁打を放ち、右の代打として最後まで一軍に居続けた。2013年は開幕1軍とはならなかったものの、4月19日に1軍登録される。しかし6月に降格してしまう。 8月に一軍復帰を果たすと9月の月間打率が417という驚異的な数字でチームを支え9月4日に遺跡以来横浜スタジアムで初めてお立ち台にも立ったまたトニブランコ中村範博の不調時にはスタメンで4番で出場することもあった2014年は中村と入れ替わりで5月7日に昇格すると 当日の対読売ジャイアンツ戦で4番に起用され、本塁打を放ったが、左内転筋痛で4日後に登録抹消される。6月18日の一軍復帰後は、昇格当日の対ロッテ戦で、先制に乱を含む4打点を挙げるなど、打撃好調で、ブランコが怪我で離脱していたことから一塁のスタメンでの出場が続いた。ブランコの復帰後は、 不審のアーロムバルディリスに代わり7年ぶりに三塁手として先発起用される場面もあった。得点圏打率は383、代打打率は379。2015年より登録名を愛称から取った後藤武俊氏 G に変更する。主に代打として起用されたが、得点圏では208、代打でも224に終わる。 2016年より登録名をご当時伊武けとしと変更。春季キャンプで右太もも裏の軽度の肉離れを発症し、開幕一軍には間に合わなかった。7月12日の二軍戦で満塁ホームランを放ち、翌13日に一軍に復帰して、代打で二塁打を放った。復帰後は、下縁達也と共に、代打の切り札としてチームを支えた。 得点圏打率は333、代打打率は316。2017年より登録名を G5 と竹年に変更する。インフルエンザの影響で春季キャンプから出遅れ、開幕を2軍で迎え、7月23日に1軍に復帰した。25試合に代打として起用されたが、打率1割台と制裁を変えた。2018年より、 登録名をピリオドを取った G ごとを竹年に変更する。シーズン終盤まで一軍昇格はなく、9月10日に現役を引退すると球団が発表した。引退会見前夜の9月13日には、同級生の松坂が阪神戦に先発登板。自身の誕生日を白星で飾った松坂は、同世代に対して試合後のヒーローインタビューで、 僕はもう少し頑張るよ、とメッセージを送ったが、それを聞いた。g 後藤は、自宅で冠塁した。9月22日、横浜スタジアムでの中日ドラゴンズ戦で、引退試合を開催。7回裏に、今永翔太の代打で登場し、笠原翔太郎と対戦、空振り三振で、現役最終打席を終えた。試合後のセレモニーでは松坂、 小池から花束を手渡され、リリーフカーで場内を一周。最後はチームメイトらに胴上げされた。10月16日、東北楽天ゴールデンイーグルスの二軍打撃コーチに就任したことが発表された。背番号は93。2022年からは育成総合圏打撃コーチに配置転換された。パンチ力のある積極的な打撃が持ち味。現役時代は、 故障が多く、レギュラーとして定着することはできなかったが、DNA に移籍後は、持ち前の勝負強さを買われ、代打の切り札として活躍した。上原浩二の公式 YouTube チャンネルに2021年7月に公開された動画で、森本木明は、松坂世代における、勝負強い、プラス守備に、何ありの筆頭として、真っ先に、彼の名前を挙げた。 愛称はゴトタケ、GT、グッサン、ゴメス。ゴメスの愛称は、DNA 遺跡初年度のキャンプ中に、チーム内でついたもの。石川雄陽との練習の待ち合わせに遅れてきた、松本慶次郎が、ゴメエンスと言って合流し、それを、石川雄陽が、後藤さんにゴメスはないだろ。と言い、後藤が、ゴメス、いいじゃん。となり、ゴメスが始まった。2014年からは、 ヒーローインタビューでアナウンサーから、後藤選手と言われると、ゴメスですとニックネームをアピールするのがお約束になっている。2015年にはユニフォームのセネームをゴーメズとし、登録名も後藤武俊氏 G に変更した。翌年からは G の位置を変え、2016年は後藤 G 武俊氏、2017年は G 後藤武俊氏に、 2018年はドットを外し、G ごとを竹としに変更している。温厚な性格で、試合中に乱闘、揉め事があった時には起こった、外国人選手、首脳陣を制止する場面が多い。西部時代の2011年7月11日対、オリックス戦で、高宮和也が中島博之に支給を与えたのを発端に。 揉め事が発生した時には激行したホセ・フェルナンデスをなだめていた。横浜高校時代の同級生だった小池正明とは2011年シーズン終了後の遺跡を機に横浜 DNA で再びチームメイトになった。小池が2013年のシーズン終盤に球団から戦力外を通告された直後には高校の4年先輩でチームメイトでもある。 田村ひとしと共に小池の相談に乗った。その席で後藤と田村が今の打撃では厳しい。生まれ育った横浜で引退して指導者になった方が良いと涙声で助言したことをきっかけに小池は引退を決意。10月8日の引退試合では目を潤ませながらベンチで見守る後藤の前で小池が2本の本塁打を放つと小池は後藤。 田村と泣きながら抱擁した。なお、2014年からは、小池が DNA の一軍打撃コーチとして、後藤や田村を指導する。DNA 時代、息子の誕生日にホームランを打ち、娘にも、来年は、私の誕生日もと言われた。その娘の誕生日当日はオフであったが、次の日にホームランを打ったことで、リクエストに応えた形となった。ありがとうございます。